アローラ。今日のポケ問題はポプラが出すよ。今日の問題はこちら。このポケモンは何のポケモンでしょうか。正解は動画の最後で。Sからこのまま。マンマネの試練始めです。え、何それ。真っ暗じゃん。マーマネの試練でビリビリビリ。こんにちは、夜だ。夜になってるね。よろしくお願いします。今日は山の方に来たよ。どんな物語になるか楽しみだね。バスでここまで来たの。あ、あなたかな。こんにちは。クックイも一緒にいるんだよ。相変わらずロイヤルマスク君、僕らパラマーで天文台の所長にしてパソコンボックス管理人のキャプテンなんだよ。あ、そうだね。元キャプテンさ、ロイヤルマスク君、こんにちは。僕らとの名前を教えてくれてありがとう。ただ宇宙キャプテン、マーマネに過ごしてね。水系の軌道計算とかフェスサークルのリードとか試練にいるだけの資格があるか。もちろん記録でも大きい気がするわ。そうだね、マーマネとマーマネは、あ、去年買ったのだっけ。昔はクイックも合計して鍛えたらそれなんじゃない。どんなに広さってば。あ、バトル形式、バトル形式。オッケーオッケーオッケー、わかりました。じゃあ寂しまえということで、ルギアでドカンと行かせてやりましょう。よし、ゴー。よし、勝った。長かった。ククイのやつ、いいトレーナー連れてきたね。でしょ。アイテムレベル30ぐらいになってきたから、受けるダメージが少しずつ大きくなってくるね。なるほど、キャプテンの試練に挑む仕掛かりだね。島巡りしてた時の僕ら強いと思うぜ。あと、僕はククイであってロイヤルマスクじゃない。そんな紛らわしいこと言っちゃダメよ。じゃあ僕はマリエ庭園に戻るよ。マラサダ食べ終えただろう。ハウチ案内しないとね。行ってらっしゃい。バイバイ。早く行かないとバスが来なくなっちゃうよ。相変わらず面白いとこだ、我が親友は。ポプラ君、我らの天文台へようこそ。天文台か。天文台は2回目だね。私は方園にも行ったことがあって、そこにも天文台があって、天文台じゃない、あれはロケットの発射場だ。どこだろう。こっちかな。あ、ここ?おお、ここだ。一発で焦った。こんにちは、ママね。もちろん、好き、もちろんなんです。おそらく好きなのが好きだと思う。あの、フィルターって好き?何それ?え、何それ?あらあら、失敗してんじゃない?停電してんじゃん。いや、停電でござるか。ござるかなってまんまに言わねえよ。あ、いただただだ、ドアが閉まった。セキュリティを解除してドア開けるには、音声クイズです。大丈夫。ただなる気配感じるよ。来てます。ヌスポケモンがやってきてます。Sからこのまま。まんまねの試練始めです。え、なにそれ?真っ暗じゃん。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから流す音は何の音でしょうか?は?あ、そういう系の BGM 系か。ポケモンセーター道具を手に入れた、進化した。こういうことか。なんでそんな音楽が流れるの?謎だけど。私の今までの経験なら大丈夫。よし。あ、ゴゴ。まあ、ドアが開いたらポケモンってきたよ。よろしく、ポプラ。え、なんでなんで?虫ポケモンじゃないでしょ?アゴジムシだって。さすがポプラ。って話してる間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫。虫ポケモン来てます。本当に?虫ポケモンの存在を遠方に確認しました。え、なになに?ドア開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らす音は何に関係する音でしょうか?行きます。問題です。なんだっけ、わざましいロトムズ館、木の実。ロトムズ館かなぁ。ここって地図開くときにこういう音が鳴った気がするの。正解はどれでしょうか。正解です。ドア開きます。え、なに、またポケモン。ドア開いたらポケモンやってきたよ。またよろしく、パペラ。いい。まただ。野生ポケモン普通に入ってくるじゃん、ここ。あ、電磁虫じゃん、あれじゃない?さすがポプーラ。で、まだ話してる間にドアが閉まっちゃいました。大丈夫。虫ポケモン来てます。本当に?これを永遠に繰り返さそうとしてんじゃないのか?虫ポケモンさらに接近中。
近く来てるね、近くに。でもまだまだじゃない？セキュリティは半分解除されました。半分。ドア開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴る音は何の鳴き声でしょうか？鳴き声か。ピカチュウとかだったら簡単なのに難しいのやめてね。私の経験が頼りだ。ではみんなも考えてね。問題です。生こぶし、ゲンジムシ、アゴジムシ。今のわからんやろ。ちょっと斜め上以上の難しいのが出してきたっていうの？いや。もうちょっとやだしいの出して、子供にもわかんないこんなの。もう一回。もう一回行きます。生こぶし。デンジムシ、アゴジムシ、デンジムシさっきでしょ？こんな鳴き声だったっけ？鳴き声ちゃんと聞いてなかったもん。アゴジムシ。デンジムシじゃない気がするんだ。さっきちょっと違かった気がする。生拳かな？生拳。うん。デンジムシ、アゴジムシ。わからん。生拳でいきます。いけー！何？間違うとセキュリティが続いて電気ショック。マナさん、このままで僕、電気タイプになってしまいます。マー君、安心するんだ。電気タイプは麻痺しないんだ。いえ、そういうことじゃない。そういうことじゃないから。死んじゃうっつーの。じゃあ、皆さん、次はどれでしょうか？あ、電磁虫ではないと思うから、アゴ磁虫だと思うんだ。いきます。あ、嘘！ごめんね、なんかごめんね。ヘキサゴンのなんか企画みたいな、ね、私がなんかおバカタレントなんて間違えてみたいな。まさかのまま電気タイプになっちゃう。マー君、私その電気タイプはマシないんだよ。そういうことじゃね。違うよ。あんたはシンスケか。電磁虫なんだぞ、これ。電磁虫嘘。さっき流れたこれ。正解です。銃は地に点々なんだね。もしかして、ドアは日が落っけども。あ、やっぱり、またまたよろしく、ボベラ。デンジムシさっき戦わなかった？またや、またデンジムシ、デンジムシを。さすが、ポプラ。で、またドアが同じミス繰り返すほど僕は追い詰められてる？聞いてます。主ポケモンがすぐ近くに来てる気配が。主ポケモンかなり近くまで接近中。来てるね。何が来てんだろう。確実にこの中に入ろうとしているけど。最後のセキュリティです。ドアを開けるために音声クイズに答えてください。これから鳴らすのは何が現れる時の音楽でしょうか。よし、じゃあ最後の問題みんな行くよ。嘘でしょ。この BGM、皆さんわかりますか？さあ、本日の動画はこちらで以上となります。正解は次回になります。皆さんはこの問題解けるでしょうか？よろしければチャンネル登録、高評価、そして共有ボタンからついてない拡散、ぜひよろしくお願いいたします。嫌な予感がする。ありがとうございました。ポケモンイラストクイズ、正解はこちら。正解は、でした。いやー、ポプラさん、上手ですねー。駆け抜けろ高速で突き進め行くぜポ